こんにちはマキシです。今回はグーティー,シーニ日めっちゃできる人の,あのスプレッシェンっていうか、まあ、あのその試験の中に話すっていうところがあってであのそれにどうやって合格できるようになるかっていうことについて話していきたいと思いますでえっとグーティー C2 はあの最もその難しい試験なんでえっとその話すという分野はまず時間は15分だけですだから まあすぐ終わっちゃう、うん、だって話すっていうのは15分ってすぐ終わってであのえっとね基本一番の課題は10分ですで何かのテーマについて話すでその テーマについて、まず自分が話して、で、その、なんか、試験の面接家の人が、その後、自分が話した後に、何かコメント言うというか、なんか、質問をします。自分が話したことについての質問をします。で、それが、まあ、だいたい10分弱。で、もう一つの課題は、えー、っと、5分ぐらい。で、その時は、あの、面接家と2人で、まあ、あの、会話します。ドイツとの会話をします。で、えー、っと、注意してほしいのは、あの、 すぐ終わっちゃうんですよ15分だからその話すっていう前にあの準備の時間10分がありますただその15分の間にあのずびて自分が話すことを丁寧にこう綺麗に書き出す時間はないと思うんですよだっ,だって15分しかないからだから話すっていうのを準備したかったら一番いいのはあのなんか単語だけ書くあだいたいこういうこと話したいんだみたいな感じこうメモをし書いたりうん 書くと、なんかこう、キーワードを書くと、あの、15分が話せるようになります。15分ね、あの、私 YouTube 動画だいたい3分とか、あの、10分なんだけど、一人ごと15分って結構長いんですよ。だから、あの、なんかしっかりメモを取ってください。それは対策の、あの、一つなんですけど、15分しかないので、準備する時間は15分しかないので、まあ、あの、なんかこう、大事な単語とか、こういうテーマについて話したいこと、あの、綺麗に文章全部書くと、あの、時間は足りないと思うので、 キーワードだけメモを書いてみてください。でえっと、あの試験はですねあの自由に話すっていうのが課題なのであのなんかあの辞書を使ったり、またあの携帯の辞書を使ったるすることはできません。なので準備の時間でも本当に自分が知っている単語の中であの準備するしかないです。で、えっと なんか C2 結構難しくって、あの、だからその話すテーマも、あの、どういうテーマかっていうと、今のその過去の C2 の模擬試験を調べましたが、あの、一つは、例えばあの、地元とは何か。だからその、地元とは何かというテーマについて10、10、分弱話さないといけない。で、あの、そこのテーマ、地元とは何かっていうテーマの中に、あの、毎回3つぐらい、 何かこうあります例えばなんかこうあの地元というのは同じ空気みたいに、まあ、お互いに安全を作るような場所ですみたいな。でもう一つは地元という感覚は古いです。私たちはもう世界,世界の人々です。でもう一人はあの地元というのはあのなんかこうみんなが共通している特徴があります。だからその3つの中 地元とは何かというテーマの中に、さらになんか3つっていうのがあって、で、その3つっていうのになったら、まずその3つの中に、自分が、まあ、例えば2番の、地元っていうのが古い。私たちは世界の人ですっていうの。2, 2番の、あの、それを選ぶとします。で、その中に、どうして自分がこっちを選んだのか、理由を述べる必要があります。ドイツ,ドイツ人、今日議論好きなんだよね。議論っていうか、なんか話すのが好きなんで。だからその試験の時は、なんか、まず、 どうしてこれを選んだのかでそしたら自分がどうしてこ,こっちがいいのかを言わないといけなくて大体いい,いい点とか良くないけど何個か述べてで最後に話をまとめる、うん、でこれがあのなんかその試験の時に注意しないといけないのはあのまず話がスムーズかどうかが試験の中にポイントされます。だかからあのなんかこう ペラペラペラって喋ってるのか、それともなんかこうあの、なんかあんまりこう会話として成り立てないような感じで話してるのか。で、次はどんな単語を使ってるのか。小学生みたいなドイツ語を単語を使ってるのか、それとももう C2 のレベルなんで、もう対してあの、なんか頭いい単語も使えるから、まあ難しい単語も使ってるのか。難しい単語を使った方が若干ポイントがもらえます。 であとその文章もそうじゃ死にまで言ってるならもうご飯を食べるだけじゃなくて私はご飯を少し食べましたなんかそのなんか難しい文法を少しでもまあ別にさあのシンプルで話して伝わるうちはいいと思うんだけどその試験の中に死になんで難しい文法を使ってるのか難しい単語を使ってるのかよく話してるのかスムーズに話してるのかあとあの 自分がそのテーマについての意見がはっきり伝わってるかどうかが評価されます。で、あの、それはまあ、ドイツ語のまあ特徴の一つなんで、あの、意見をちゃんと言うとか、まあ文法、文,なんかこう文化の一部なんで、だからそれがその試験の中に自分がその意見がちゃんと伝わったのか、だからふんやりしてダメなんだよね。だからこう、こう、私はこっちがいいと思ってるのはこれこれこれ。例えば、その、 私が10分話すとします。なんか地元という感覚は古い私は世界の人です。なぜこれは選んだかというと、私はドイツだけじゃなくて日本にも住んだことがあります。だから、あの、いろんなところに、あの、引越しも何回もしてるので、自分がその新しい環境に住むと、まあ、すぐ慣れますみたいな。で、あの、だから地元に帰るともちろん気持ちは嬉しいけど、まあ、違うところにも、あの、なんかこう、中のメンバーになるので、だから、 だからそのなんかこう、理由をつけてだからみたいなで結論で最後にまとめる。それが大事だと思いますが。で、もう一つのあの、なんか過去のもう試験で出てきたテーマの一つは、ソーシャルネットワーカーとネット。で、えっと、それはあの、えっとね、三つ、また三つなんかどっちが自分の意見の立場三つからなんか一つ選ぶってなって、で、一つはオンラインネットワークは、 なんかあの、なんかたくさんの人が一緒に使ってるから素晴らしいアイディアだ。でもう一つは、もうなんか個人情報がなんかなんだ、嫌だみたいな。で、最後は、あの、なんか Facebook はもう仲間作りの目的にあるのはなんかバカじゃん。なんか本当は違う目的でだ、みたいな。だから三つの中にあの自分がなんか一つ選べってまたなってて、だからあの、例えば私はなんかこう、たくさんの人とまあ YouTube もそうだ仲良くなろうとしてるわけだから、うちは一番を選んで、あん なんか、たくさんの人と仲良くなるから素晴らしいアイディアだっていう立場で話すとしたら、その理由としては、普段、例えばドイツの中に日本好きな人と知り合う機会が少ないんだけど、フェイスブックの中で日本好きなグループがいっぱいあるし、だからそうやって自分と同じ趣味の共通点と、まあ、あの、仲良くなることができて素晴らしいです。街中で、例えばスーパーで知り合ったとしても、そのなんかその人が日本が好きとか、語学校が好きとかがわからないので、ネットのおかげで、その、 趣味のの共通の友達が作れますだからこういうなんか最後にまとめるであのなんか10分結構長いからだからそのメモをしてる時何個かの理由を考えないといけないんですねあの10分長いからだから1つはまあそのなんか同じ趣味の友達が作るとしますで次はまあ,あのネットで知り合ったんだけどその後友達になった人何個かありますで最後はあの ネットで知り合った方がコスパがいいので私は好きですみたいなやっぱ一回話してから。 そのチャットとかしてから会った方が、そう、直接会うと緊張しちゃうので、だからこのようになんかこう、理由とかなんかこう、良い点とか良くない点も含めて良くない点だったらなな、なんかこう、会ったことないから結局会った時雰囲気が違ったとか、かそういう、そういう点ももちろんありますが、んかそういうのを一つまず選んで、で、その中にいい点三つ述べて良くない点一つ持ってって、最後また話をまとめます。で、うん、あとは、えっと、 とこれがなんか今、さっき言ってたその1番という課題について、でも1つ話すという2番の課題もあります。でその時は、あのなんか面接の人とまあ会話するだけなんで、まあ、ドイツ語をまあ話せてる人はまあ普通にできると思うんですけど、それはだいたい5分弱ですで。そこもテーマがあの何個かあって1つを選びとします。でえっと、1つは、例えばその模擬試験に出てきたのは、 えっと、新聞 <laughs> あの、新聞はこれから未来あるのかないのか。デジタル新聞は未来あるけども、新聞なんか誰も読まねえみたいな。 で、そうすると、その、新聞のいいところと悪いところについて語らないといけない。で、その、一人面接官の人は、じゃあ僕は新聞はこれからも好きですみたいな立場になる人と、もう一人は、いやもうネットで読めるからそれでいいだろうっていう立場。だから、どっちの立場になるかは多分、えっ、ー、と、書いてあったのが、あの、二人で決めれるので、自分がね、あの、どっちの役員になるかは自分で決めれるんだけどで、その後、なんか自分が例えば A の立場だと思ったら、まあこういう。 理由でこう思ってますデビュ B の立場だったらこういう理由でこう思ってます。なのであの意見を言って意見について理由を言います。で、えっと、次はあのなんかその例えば 自分がその反対のポジション、あの、なんか新聞はもう死んじゃうんだっつって言われた時に、その相手の気持ちを考えて返事することもポイントされます。つまり相手は、あの、もう新聞、新聞はもう死んじゃうよっつって言った時に、うんなんか確かにさ、もうなんかこう、重いじゃん、なんか新聞ってゴミにもなるし、だからそのあなたがついてるところはわかりますが、でも、 やっぱりなんか時々日曜日でゆっくり時間があるときは、開いたときは、だからその相手の,あの言ってるところを納得して、なんかちょっと、なんか聞こうとしてから自分のなんかこう言おうとしてることを言うことがポイントされます。で、えっと、 うんなんか、あと、なんか、どっちの方がかっこいいか、かっこつけて、だから、どっちの方が勝つか。別にさ、そういうのってさ、あの、勝つ人はいないと思うんだけど、ま、ああの、ディスカッションなんで、ま、あドイツ人が好きそうな感じですね。で、あの、次、あの、模擬試験、あの、前の模擬試験に出てきたテーマとしては、なんか、あの、政治が嫌い。だから、そのテーマについて、なんか、あの、もう、なんか、政治に丸バツつける人が減って、 減ってるからあのなんかこの国の,あの将来が不安ですってもう一人は「いやでもそれは自由だからあのこうなんか決めないことも自由なんで大事です」みたいなことで,あのでそれについてまたなんか意見を言って意見をこう相手の話を聞いてから自分の意見を言うみたいなのを。 ま5分だけします。だから、こっちの方がね、その、試験話すところの2番の話すところの方が簡単だと思うのは、一番多分、その C2 の中で難しいなと思うのは、あの、1番ですね。うん。 なので、えっと、これから C2、グーテ C2 の、あの、面接の準備したいっていう方がいたら、まあ、あの、もしよかったら、うちもあの、オンラインでずいつ教えてるので、こう、下の概要欄にクリック,リクリしてホームページで申し込んできてください。あとね、合格した人はね、あの、これからのなんか後輩のためにアドバイスとか、これはね、こうやって勉強して合格したよっていうようななんかコメントがあったらよかったら、有利のコメントもコメント欄に書いてきてね、今日もありがとうバイバーイ